ロシア、カザフスタン、モンゴルから中国にかけての山岳アルタイ山脈は、西シベリア、モンゴル、カザフスタンにまたがる山脈、漢字で、アニヤスシ山脈とも、モンゴル語で、金の山を意味する、が由来である。その他の言語での名称は、アルタイ語では、カザフ語では、ウイグル語では、または、ロシア語では、である。言語のグループのアルタイ諸語はこの名に由来する。東は、 塩水湖のウブスヌール、キアールガスヌール、ドルゴンヌールや、淡水湖の EN、カー、アスレーク、EN、カーレーク、EN、アイラグレークなど、多くの湖が点在する、北西モンゴル大地に接する。接線は、アルタイ山脈の東部分で1875メートル。 西の方では北側約2010メートル、南側約2340メートルであり、接戦を越すミネは多い。アルタイ山脈の最高峰はベルーハ山。シベリア側はロシア人、カザフ人などが農牧を営み、モンゴル側には遊牧のキルギス人が住む。かつては金、銀、銅などを産したが、乱屈による枯渇のため現在では重要でなくなった。ありがとうございます。